私がここで乗り越えた2020年、過去、現在、これから。6月12日、中国在庫の取扱高を誇る北京の新発地卸売市場で集団感染が発生し、13日午前3時に緊急閉鎖。北京は再び緊張感に包まれました。市場ではサーモンをさばいたまな板から新型コロナウイルスが検出されたため、サーモンを中心とする輸入海産物の取引が一時停止に。近年、サーモンの刺身が人気料理となりつつあった北京の食卓にも大きな影響を与えました。新型コロナの第2波で多くのスーパーや飲食業は窮地に陥ってしまいました。まあ、新発地で、まあ、サーモンのまな板から、まあ、ウイルスが出たっていうところから、生ものですね、それはお客様があんまり購入する頻度っていうのはものすごく減っちゃいましたね。やっぱり安心安全なものっていうのを求めるっていう、まあ、意識が強くなったのかなっていうには感じますね。あれがちょうど納品の感じなんで、まあ、大体大きいトラックというより、まあ、ああいうぐらいのサイズのトラックで、まあ、納品されるっていうのが多いです。入るときには検温したりだとか、健康場を玄関場をスタッフたちに、そうですね、それを確認させてもらったりとか、はい、お客様と同じような感じでちゃんと体温は確認する。コロナの時はやっぱり納品する車が来れなかったり、納品する人が身動き取れないから、わざわざ私たちで車を使って取り行ったりしてました。だけど今はもうほぼ通常に戻りましたね、はい、今年はみんな一時帰国はもうやめて、まあやめてっていうかもう帰れないんで諦めて、うん、まあこっちでまあ、やることをやるっていう感じですけど、まあ、来年になれば少しもっと良くなると思うし、まあ、その時まではまあこっちで頑張るしかないですね。今、まあ、ワイマイっていうかそういう配達に対してっていうのはものすごくこっちは強いので、まあ、会社の政策として、まあ、そういう配達ワイマイっていうことは力を入れていこうということで、今年は特に、強化してやってますね。いつも顧客の立場に立って考え、行動。すべては顧客のニーズから出発し、顧客の悩みと不便を解決する顧客第一主義という経営理念を続けてきた伊藤洋華堂。スタッフ全員の日々の努力は、互いに支え合う力となりました。2、3、4、5、6、3、4、5、6。现在咱们更低的练习啊，大家注意，咱们现在拍的是戴着口罩，从眼睛也能传达出笑意的啊。1、2、3、4、5、6。那好，那现在咱们双眼看着对方，对，看看。如果从眼睛里能够感觉到对方的笑意，请给他一个赞。もともと中国は配給制度だったので、いらっしゃいませとかありがとうございましたをなかなか言わなかったのを、祖先輩たちが日本の伊藤華堂が大事にしている挨拶とか笑顔とか接客をやっていただいて、特にマスクをしても笑顔になるを練習したらいいかなと、みんなで話し合いまして、开始的时候可能大家都觉得有点不好意思，因为我们都是面对面的练习嘛，跟顾客接触沟通的时候更融洽了，因为你保持微笑，我们顾客可能就更愿意跟你聊天啊说话呀，所以这样呢就更容易跟顾客成为朋友。那就是这个戴口罩，嘴啊还有这个牙齿可能是露不出来，但是还有眼睛，就是通过眼神的交流，也能让顾客感受到这个微笑。最初呢，日本の洋華堂が
生徒とか北京に送ってくれて、それを我々は、中国で働いている東華堂の仲間にも、配って喜ばれました。逆にそれがあった時には、はい、今度は日本が新型肺炎になった時に我々の方で、はい、会社としても、個人としても啊，正常的。然后这点东西看都比较整齐，看着也干净。一般买点水果，完了买点菜，完了再买点肉去呗。这东西买的比较全吧，就能一次能一站够齐。他别处买不到，有好多这些东西别处没有。那肯定没问题，进门测体温啊，一点不辣，不含糊的，嗯，很放心在这儿买，而且他那都消过毒的，他这个。车筐是吗？对对对对，嗯。中国人の従業員が我々と力を合わせて今まで経験がしたことがないコロナというものに対してお客さんの反応の変化とか価値観の変化に対して一緒にスピード感を持って行動してくれたことと、ね、やっぱり本当は自分の健康とか安心安全も心配なのに営業を続ける協力をしてくれたことは本当にありがたいと思います。北京の伊藤華堂がもうないと思った方もいらっしゃったみたいなんですけど、今回みんなの努力で、北京の伊藤華堂が業績が上がって話題のお店になったことで新しいお客さんが増えてきたことは本当に逆に感謝しています。業績を伸ばしながらまずはね10店舗伊藤華堂を北京に出すことを仲間たちとできたらいいなというのが一番の夢ですね。最初は灰色だったんですけども、逆にコロナをきっかけに灰色から青空に変わったような本当に一生に忘れられない貴重なこの半年でした。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。